皆さんこんにちは、渡辺美音です。本日も美音スタイルスタートしたいと思います。今日はですね、休日なのにフライパン一つでできる、メニューをお伝えしたいと思います。先日、ライブをやった時に皆さんからパスタの作り方のご要望が多かったので、今日はフライパン一つでできる、パスタをご紹介します。必要なものを伝えますね。まず、生クリーム、小松菜、ペンネ、ベーコン、塩コショウ、玉ねぎで、チーズ、コンソメ、パセリ、豆乳、オリーブオイル、すりおろしにんにく、バターです。まあクリームパスタになるんですけど、野菜は何でもよくって、まあうちはよくお家にある小松菜と玉ねぎで、今旬なタケノコだったり、そら豆だったり、グリーンピースだったり、何でも季節のお野菜で大丈夫だと思います。それではスタートします。まずお野菜の方から切っていきますね。今日は一人分で作っていきます。なので詳しい材料は概要欄に貼っておきますので、後でゆっくり皆さん見てください。本当にあっという間にできてしまって、10分15分ぐらいでできちゃうものなので、皆さんがお野菜とかだけカットして袋に入れといてくれればすぐできます。これぐらいでいいかな、ちょっと多いかもしれませんが。で、小松菜で、まあ子供たちね、コーンとか好きなので、コーンがあればコーンを入れたりとかしていただいて構わないと思います。ベーコン、これはスライスですけど厚切りのベーコンでも大丈夫です。今2枚ぐらい入れました。これでもうフライパンにいっちゃいます。はい、火をつけます。ここにオリーブオイル、ちょっと先にガーリックを入れて香りを出します。くっついてきたらベーコン入れます。ベーコン入れて炒めます。ベーコンが炒まったら玉ねぎ入れます。はい、そしたら小松菜も入れます。小松菜あとでもよかったかな、まあいっか。さあ、そしたらもうこれを入れてっちゃいますね。豆乳、これ本当は牛乳と豆乳半々ぐらいでもいいんですけど、もうめんどくさいので豆乳だけで。豆乳1パックなので200ですね。豆乳、あ、バター入れるの忘れちゃった。バター今から入れてもいい？バター適当、塩コショウも忘れてた。生クリーム、全部入れると一人分だと多いので70ぐらいかな、それぐらいを入れます。ちょっとコクが出るのでね。これでここにもうペンネ入れちゃいます。これ一人分なので、まあ80ぐらいかな、80とか90とか全部入れちゃいます。ペンネの茹で時間が袋に書いてあると思うので、だいたいそれぐらいの目安でこのまま火を中火ぐらいですかね、中火ぐらいでコトコトやってってください。それではコンソメを入れます。1つ、ちょっと少しトロトロになってきたらチーズを入れます。
はい。さあ、できました。フライパン一つでペンネ、クリームペンネができました。盛ります。盛り付けします。足りです。はい、こんな感じでチーズを振りかけて、で、パセリをかけて、で、ブラックペッパーが好きな方はブラックペッパーもかけていただけるといいと思います。さあ、出来上がりです。こんな簡単にペンネができますよ。ということで、試食いってもらいます。フォーク持ってきてもらっていいですか。自分で土曜日とか日曜日お休みの日にね、作るのいいと思いますよ。で、これ残ったらグラタンにできるので、はい、グラタンにできるの で、ね、ここに溶けるチーズ、ーとろけるチーズと、あの粉チーズを乗せて焼いてください。僕は今フォーク持ってきてって言ったじゃん、うん、スプーン持ってきた。僕スプーンの方がいいんだよね、ペンネは。そう思わない？だって俺一個ずつこうパチパチパチ刺してたけど、めんどくさいからこれガバンっつって。じゃあ助けつってみようか。ペンネはフォークの人、はい、はい、いや少ないスプーンの方が食べづらい。ほら、これ食べづらい、ほら食べづらい、食べてごらん。でもね、僕ねスパゲッティが好きなの、だからいつもね皆さんにね、スパゲッティ、いやもういいよ食べなくて。いただきます。はい。何鼻で笑ったの？熱かった？おいしい。おいしいよね。うん、美味しい。塩っ気もちょうどよくて、うん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 、なんかグツグツ豆乳とかでコンソメ入れて煮てるから、ペンネにまでちゃんと味が染みてるでしょ、うん、だからすごく美味しく出来上がっていて、なんかお料理って数学だと思ってるの。得意？得意じゃないけどなんかさ、足したり引いたりしていくじゃない、うん、いろんなもの、うん、で、このクリームペンネももともとの入れるものが決まっていて、方式と一緒。方式ってあったらそこに数字を入れていくじゃん。方程式、ね、方程式、うん、方程式、うん、いろんなそういう決まり事って、うん、それと同じだと思ってて、うん、そこに、まあこれはベーコンとお野菜だけれど、明太子にしたら明太クリームパスタになる、うん、だから違うものを入れていけばいろんな種類のクリームパスタができる。素晴らしい。だからカレー粉入れればカレー風味の。引き算はできんの？何の引くと？数学だから数学だから引き算もあるのかなと思って味が濃かったらコンソメ減らせばいい。それが引き算でしょ。あ、そっか、うん、で、これもその今回豆乳でやったんだけど、豆乳臭くもないし、うん、逆に牛乳よりもあっさり多分できてると思うけれど、うん、このチーズたっぷり入れたから足して引いてプラスマイナスゼロみたいな。でもコクがあって美味しいです。うんうんうん。じゃあ素晴らしい。リサにも食べてもらう。リサも食べて。フォークだよ。フォークスプーンだからこれ、ね、こちら側から起動さ、ね、いただきます。はい、いただきます。うん、美味、うん、しい、美味しい。チーズがうんうんすごい濃厚、濃厚、うん、あたくさんちょっとね、うん、入れたから本格的なイタリアンみたいだよね、うんうん、ね、グツグツ煮てるだけでね、出来上がってしまうので、こんなの、あの入れるもの一気に全部入れちゃって、途中で私入れてたんだけど、まあ一気に入れて作ってもらえれば簡単にできるので、うん、あ、じゃあ高根くんにも回してあげてください。そうですね、美味しい。大体皆さん適当だからね。そうそうそう、適当がちょうどいいんだよね、多分。あー美味しい。美味しいね。美味しい。熱くないの、うん、意外と大丈夫ですよ。すいません、でも大丈夫です。でもこのペンネの中にこう入ってるソースがピュッて出てくるのが好きなんだよね。ペンネ好きなんですよちょっと口も拭いてあげてもらって。あ、俺はスパゲティが好きなんだけどねそうそう、でもクリームはやっぱりペンネが一番いいよね。ほんと、うん、なずきも好きだもんね。そうそうそう、そうちなずき優先だから。そう、マネアもね、マネアもペンネになるんですね。はい、ということで、こんな簡単にできますので、ぜひ皆さん試してみてください。いいですね。はい、富永さんのじゃあ面白い話を一つでもしまだあるの何ん
本当に面白い話ですね。あれどうかな。この前もね、迎えに来て迎えに来てって連絡が入ったんで迎えに行ったんですね。本当に言ったそんなこと、うん、言った。そしたらさ、東京なんてさ、もうどこの道行ったってバス大体走ってない、この都心って。あのバス通り、バス通りって、バス通りしか言わない。バス通りってバスみんな通ってるしって。あっち行ってもこっち行ってもバスは通ってるよって言ってるの。バス通りだからって。バス通りにいるからって。じゃあバス通りってどこって。ほんと自分だけ分かって、自分の分かったあれで伝えようとするからね。困っちゃう。この前も、言いたいことを、例えばさ、私がこれ食べたいって言った時って、私がなんかしてた時だよねって言えば分かるじゃん。それを一番最初に、ねえ、妊娠してる時だよね。妊娠してる時。いや、だから何が。だから何が。妊娠してる時だよねって。断定的に来るんだけど、その先を言わないんで分からないんですよ。その後言ったじゃん。その後言ったら逆だから。そのなんかしてる時っていつの頃だっけ、あ、妊娠してる時だよねってまだ分かるんだけど、先に妊娠してる時だよねって言われてね。結構そういう人なんです。もう何でも端折っちゃうんです、喋ること。だってあまりさ、ダラダラ話されても嫌でしょ？嫌だけど、でも言葉通じないよ。通じたでしょ最後に。まあ僕たちは一心同体だから通じるけど。そんなことないよ。リサも高根くんも通じますよ、うん。じゃあバス通り来てて分かると思う。バス通りバ。それ古いから。でもさ、言わない実家のお母さんって、あのバス通り来てとか。いやー。でも僕も皆さんからバス通り来てって言われたら、え、どこのバス通りのことですかねって多分なると思います。ものすごい田舎だったらバス通ってるとこあそこしかないっていうのは多分わかるよ。家の近所のあのバス通りって言われたけど、東京でバス通りって言われたってわからないからね。あのバス通りに行くからって、バス通りってどこよ。他になんか見えますか、無印。多分そういう話になっちゃいますよ。それでも適当にローソンとかで言うよね。ローソンいっぱいあるしってなるでしょ。そうか、もうそういう感じなんですよ。気をつけるね。じゃあ周りの景色を言えばいいのね。景色はそこでも分かりやすいの言わなきゃダメだよ。何、例えば。だから今みたいにどこにでもあるようなローソンとかセブンイレブンって言われても、いや、いっぱいあるしって話になっちゃう。あはは。でここにしかないようなものを言わないと場所が特定できないの、うんうん、でそれ探すのに歩き回ったら分かんなくなった特定されるものを探さなきゃいけなくなるわけじゃん、うん、じゃそれ前探してたら迷子になっちゃうよね。まあね、そういう理屈なんですこの人は。という感じでした、はい、皆さんぜひあのペンネ作ってみてください。本格イタリアンの味が簡単にできます、本当。ということでまたご覧ください、はい、ありがとうございました。さようなら。みんなバス通りで会おうね。バス通りでやってるよ。バス通り分かる人いると思うよ。